その人は失敗しないし、罪を犯せないし、他の生命に迷惑をかけない。だから共通的な目指すべき理想な人間像っていうのは、で生きてる人なんですね。自殺というか死について考える時間が多くなってきました。癖というか本当に死ぬ勇気は全くないのですが、少しでも嫌なことがあったり気持ちが落ちている時、すぐに自分の死について考えてしまいます。死んだらこんな嫌な気持ちにならないだろうなぁとかです。一時期本当にメンタルを病んだ時に考えるようになってから、すぐに、そういうふうに考えるようになりました。自分ではそれを変えた、本当に変えたいのですが、どうしたらそのような考えにならないようにできるでしょうか。そういうふうに考える場合は問題から逃げているんですね。だから自分が強くならないんですね。死んだらこんな嫌な気持ちにならないだろうなっていう考えではね、死についてそういうふうに考えるのは良くないんですね。普通ですけどね、例えば人間関係のことは死んじゃったら終わりますけどね、人に嫌なこと言われるとかね、しかしそれは別な角度で見ると受け入れたくないものに出会ったっていうね、ことなんです。死んでからどこかに生まれても、その過去性の人々から言われることは消えたんだけど、その環境でまた受け入れたくない物事には出会いますね。だから今世でその能力を作ってないんですね。だから仏教では来世の概念がないとこれは解説できません。だから来世になってからも同じことに出会うんですね。だから今世で宿題するんですね。だから嫌なこと言われると、なんでしょう、で嫌なこと言われるのではなくて、なんで嫌な気分になったのかと自分をスタディをしてみるんですね。こうしてください。人にとっては言いたいだけですね。人は言うことはきれいに考えて判断してレポートを作って、美しい文章で、あ、この人に言わなくちゃいけないと宿題やらない。誰だって言いたいことは言っちゃってしまって、この本人もそうなんです。同じこと言いたいことはどけんで言っちゃう。相手はどんな気持ちになるのかと計算しない。ですからこう考えるんです。人々は好き勝手なことは言う。それはその人々の自由です。好き勝手なこと言われても、心が混乱しないように、嫌な気分にならないようにいるのは私の宿題です、いうふうに自分を育ててあげる精神。死んじゃったらそんなこと、これってなんか同じ怒りの反応だ。死んじゃったらそんなこと言うわけないだろう。だから自分でも死んだ経験もないし、死んだらどうなるのかとね、自分も私も分からないしね。だからそれは単純な逃げなんですね。けど死はそういうふうに逃げる手段としては使わないんです。自分を育てるために使う概念だ。いつ死ぬかわからない、このままで死んじゃったらやばいと、汚れたまんまで死ぬのかい、怒り嫉妬憎しみの塊で医者の気分で死ぬのかい、一体自分を育てるために間近に死があるのようなごとくシミュレーションして、死をポジティブに使うんですね。逃げるために使うんじゃないんです。だからそこらにちょっとそういうふうに考えた方が、考えを変えた方がよろしいと思います。はい、ありがとうございます。次の方ですね。たまに怒り、せっかち、過去焦り、迷い、今に集中できていない状態、怠けの状態などが混在してしまい、自分でもすごく疲れて、どう対処したらよいのか混乱してわからなくなる時があり、そうすると明らかに集中力を欠いていることに気づきます。自分が認識している内面の悪いものがまとまって出て、漠然とした落ち着きのなさになっているように感じます。慈悲の瞑想をして、一旦落ち着いたように思いましたが、また間もなく同じような状態になります。こういう状態の時に、どのような順番でどう対処したらよいか、知恵を貸していただきたいです。うん。その場合はこういうふうに考えるんですね。今、この時間は、私にとって有効ですか、あるいはネガティブですか。今感情が自分を襲ってるんですね。集中力もないし、焦ってるし、怒りもあるし、自己管理できない状態、このピリエドタイム、時間感覚ね、この時間感覚は私にとって有効的ですか、あるいは無駄ですかと、それをチェックするんですね。これ規則入れることなんですね。
今は無駄に時間が経過している、それからネガティブ的に今は時間が経過していると。でそこを確認するとこのピリオドがどんどん小さくなるんです。数字で言えばもう15分悩んだところはなんか10分で終わって気持ちが戻ったっていうふうに、この時間が短くなってくるんで、だからたまにいろんな感情がぐっと湧いてくることは感情ある限りは避けられないんですね。だから日本にいる間は地震がないっていうことはありえないんです。で下危ないんだからいつか地震が起こる可能性ありますね。そういうふうに自分我々も精神地震を起こしちゃうんです。感情が煩悩がなくなったら安定するんだけどね、そこまではこういう問題トラブルが起こる。だから我々はこれは損害少なくする。でこの場合はだいたいピリオドオブタイム、時間感覚なんですね。発作起こすで、発作の時間はできる、じわじわと短くする。結構上手になりますよ。やがてまあ、さっと感情が発作をしちゃってすぐ消えちゃう。人間になります。そういうふうに考えてください。この時間ポジティブかないか、いうところから始めた方がいいと思います。はい、ありがとうございます。私はよく歩く瞑想をしているのですが、右足左足とは言わずに、上げます、運びます、下ろしますと言いながら歩く時があります。その方が足に集中できるような感じがするからです。長老の教えの通り、右足左足ときちんと言って歩いた方が良いと思いますが、言わずに歩くのでも歩く瞑想になっていますか？心が妄想 しないで足に集中しているならば大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。次の方は、13年前に仏縁があり、スマナサワラ長老の本をいくつか読ませていただき、ヴィパッサナー瞑想を実施し、アラカンカに達することができました。おめでとうございます。アラカンカに達すると、人生の目的も特にどうでもよくなると思いますが、まだやることがあったので一般人に戻り、一般の社会人として生活しております。今、コロナ禍で瞑想の経験を再度まとめました。その中で、この経験は多くの人に知っていただく必要があると感じていること、また一般人として13年生きてきたので、より一般の人の目線でお伝えできるのではないかと考えております。もし何か、このヴィパッサナー瞑想の経験を伝えるアイデアがありましたら、教えていただけましたら幸いです。自分の経験生かすのはね、自分の仕事でしょうね。で、私にはあなたこうしなさいとアイディア出す権限はないし、ね、頑張ってください。もう私は出家だからね、私は一般社会人のことを全く知らないしね、家族生活はしたことがないしね。だからまあこれアドバイスするのは難しいんで、仏教でも在家は在家の経験を生かして、在家同士説法はしましょう。そういうことでご自分で調べて研究して頑張った方がいいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。次の方もメールでいただいております。私は父の会社で働いているのですが、バリバリ働いているわけではなく、やることがない日には瞑想ばかりしています。瞑想する時間があってとても満足している一方で、このままでは社会に適応できなくなっていくのではないかと不安です。何か仕事に積極的になれる考え方などあれば教えてください。まあほどほどにやってくださいましたね。まあ仕事っていうのはまあ生活するためのまあ手段だからね、そんなに大げさに考えないでください。明るく元気で仕事から人を助かるならばね、まあいいんじゃないかっていう感じで、すごく明るく楽しく見てください。なんか仕事は嫌って感じがあると困りますね。仕事はめんどくさいかもしれませんですけどね。まあ中道的でね、まあ気楽で物事を見てください。はい、はい、ありがとうございます。僕は整理が苦手で、元あったところに戻せず、掃除も嫌い、物を大切にせず、人に対してもわがままでした。仏教を学ぶ前は自分の性格、個性で仕方ない面があると考えていました。ヴィパッサナー瞑想など取り組むと改善できるところが出てきました。そこで質問ですが、共通に目指すべき理想の人間像といったものがありますでしょうか？人や物を大切にし、整理整頓、掃除を完璧にした上で、さらに先がありそうにも思います。よろしくお願いします。共通に目指すべき理想の人間像っていうのはあるかもしれませんけど、みんなにやりなさいと押し付けることできんでしょ？そこを理解してください。では、この共通人間像というのは、まあ、面白い単語ですよ。自引者の生き方なんです。自引者ある人は、ある
生命は素晴らしい生命なんです。その人は失敗しないし、罪を犯せないし、他の生命に迷惑をかけない。例えば生理水遁することも自費者の行為の一つなんです。自分だけのプライベートな部屋であっても生理水遁した方が自分が気持ちがよろしいし、たまに来た人でも、もうあんたしっかり、たまに来た人もすぐ落ち着くんですよ。だからそれも自費者の実践なんですね。だから共通的な目指すべき理想な人間像っていうのは自引き者で生きてる人なんですね。と言ってもやってくれないと結構あるいるんだから、自引き者のことを明確に知っているのは仏教の人々。それも大乗仏教は哲学は大きいんだけど自引き者はないしね。だからテラード仏教だけですね、それは入らずするの。テラ仏教はとても小さな組織でしょうしね、世界的に見ても。だからそれ理解してくださいね。他人に強引に押し付けることはできないんだ。それでお釈迦様教えるのは、まず自分でやってみて、それから知ってる人々に優しく、こうした方がいいよ、私がやってるからっていう感じで自分の経験を語る。そうなると聞いてくれる可能性ありますよ。あのお釈迦様があれほど教えたのに聞いてくれなかったんだからね、ほとんどの人々は。はい。はい、ありがとうございます。生きとし生けるものが幸せであります。